マスオ TV です。はい、今日はですね、実はね、札幌に来ておりまして、札幌のね、あるお宅にね、泊まらせていただいてるんですけど、実はですね、そのお宅にはね、じゃじゃーん、こちら見てください。これアクアリウムっていうのか、熱帯魚がね、ものすごくね、たくさんいるんですよ。ほら、これフグらしいんですけど、すっごい可愛いじゃないですか。さらにこっちには、ほらほらほら、じゃじゃーん、僕が飼ってるね、ベタもどこかにいるはずなんですけど、あ、いた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 、あの奥にベタもいますけど、いろんなね、魚がいるんですけど、今日はね、こちらをね、ちょっとね、そのお宅のね、あの奥様にちょっとね、ご紹介していただこうかなと思いまして。これは、南米淡水フグ。南米淡水フグ。へー、なんかもう10年ぐらいこういう、熱帯魚などなど、アクアリウムっていうんですかね、水槽やってるらしくて、あのすごくね、あの教えてもらってるんですよ。実は今これすごいちゃんと整えてあるじゃないですか。これは南米淡水、このサイアミーズ。サイアミーズ結構ポピュラーなんですか。コケ取り要因としてはポピュラー、はい、コケ取り要因としてはポピュラーというね、まあ、そういった形でもうね、役割分担がね、この水槽の中ですごくしてあるみたいなんですよ。すごくお詳しいということで、本当に勉強させてもらってるんですけど、はい。でね、今日ね、すごくびっくりしたのがこちらのね、ベタなんですよ。ベタ、実はこちらのベタと、これ今挟まってますけどね、このベタと、実はね、他のこの熱帯魚たちが混泳してるんですよ。ですよ、同じあの水槽の中で。え、これ混泳ってできるもんなんですか。できますね。なんかベタは、はい、混泳できないとか、うん、単独買いじゃないと、とは言われてるんですけど。そうそう、僕そう言われました。それは、はい、ベタのオス同士が混泳できないってだけで、ちゃんと隠れるところがあれば、こうやって他の魚とも混泳できます。すげー。いや、僕ね、ベタいっぱい今実はね、僕のベタ四天王とか、ベタ子ちゃんとか、ベタ王とかいるんですけど、いや、婚宴してるともうひどいことになっちゃうってね、聞いてたからしてなかったんですけど、こうやって婚宴できたら本当にね、もっとなんかこう水槽の中が賑やかになって最高ですよね。そうですね。あそこに挟まっていつも寝るんですかね。めっちゃ挟まってる。寝てますね。あ、寝てるんですね、あれ。え、この透明なのは何ですか。これはグラスブラッドフィンっていう魚ですね。へー、もう骨しか見えない。そうなんです。すごい、赤がポイントでかっこいい。なんかさっき言ってましたよね、水が綺麗だと、水が、はい、てか環境がいいとどんどん透明度が増して、はい、その尻尾の赤の発色がすごい良くなる。へー、すごい。もうね、なんかね、もう先生ですよ、先生。そういうレベルで本当にね、このね、熱帯魚たちをこうね、あの飼ってらっしゃるんで、ね、すごく教えてもらってるんですけど、あの鯉みたいな柄のベタが最近のね、流行りらしくて、そういうのが欲しい。欲しい。北海道にはなかなか売ってるところは見てないですか。まだ見てないです。へー、っていうのがいるらしくて、僕東京に住んでるんで、ちょっと探してみようかな。なんか話では、はい、オス同士ではたくさんは飼えないけど、メス同士だと何匹かで一緒に飼えるから。何匹かで、そうです、はい、ベタでも、ベタでも、そう、メスだけだったら複数で飼えるから、本当に鯉を飼ってるように見えるって、うん、へー、メス同士だったら、すごい。ちょっとね、最近皆さんにね、僕のね、あのベタの様子もね、あのお送りしてないんですけど、実はね、ものすごいことになってまして、東京に帰ったらまた、慎んでその様子をお届けしたいと思います。ものすごいことになってます。はい、皆さんもぜひアクアリウム、水槽、熱帯魚を楽しんで、ぜひやってみてください。ということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。あの、解説いただきありがとうございました。ありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。